皆さんこんばんは。今日用意するものは豚肉、ニラ、キムチ、ちょっと甘めの焼肉のタレですかね。はい、これですね。皆さん今日用意するものはこれです。あ、それと今日はちょっと待ってくださいね。このパンを使って作ります。皆さんパンを使って作ります。どんなものができるか楽しみにしておいてください。用意するものはこれだけです。はい、まずはね、先ほどの豚肉を炒めます。完全に火が通るまで炒めてくださいね。豚肉ちょっとピンクの部分ありますけど、ちょっと炒めて、まあ、水分飛ばしてもいいんですけどね。まずは豚肉を炒めます。まずね、火がちゃんと綺麗に通るような感じで皆さん炒めてください。まずは豚肉を炒めます。次に、先ほどのキムチをね、よく炒めた豚肉の中にキムチを入れます。これもよく炒めてくださいね。水分飛ぶぐらいまででもいいですし、まあ炒めますね。炒めます。ちょっと片手でやってますので、フライパンがちょっと動きますけどね。まあ炒めます。よくこう豚肉にね、馴染むような感じで炒めてください。豚肉炒めた、でキムチを炒めました。とりあえずね、この段階ですね。もっともっと炒めますけどね。はい、次に、ニラ、ニラを入れますね。ニラもこうしなっとならん、まあある程度火が通ったらいいんじゃないですかね、ニラはね。ニラを入れてよく焼きます。はい、ちょっと焼きますね。一回一回こう止めながらしますんでね。皆さんニラ、これでほぼ完成なんですけど、問題味付けですよね。味付けはこうします。はい、炒まったところに先ほどの焼肉のタレをかけます。一周ぐらいでいいんじゃないですかね。味付けはこれですよ。もうこれで味付けできました。混ぜていく。これで完成なんですけど、今日は米老寺さん食堂の新メニューをここからお見せしますので楽しみにしておいてください。味付けはこれできました。これで完璧でございます。はい、豚キムチの完成でございます。豚キムチはこれで完成です。ご飯のおかずに決まりました。豚キムチです。今日のベルおじさんの晩ご飯は豚キムチ。この後ね、新しい商品を紹介します。はい、先ほど用意したパンを、裏だけ、片面だけね、焼いて作ります。先ほど用意した食パンを片面だけ焼きます。はい、そこに先ほどできた豚キムチを乗せます。それを挟む感じですかね。こういう感じですか。こういう風にします。はい、もう一品、豚キムチトーストの出来上がりでございます。皆さん試してみてください。美味しいですよ、豚キムチトースト。美味しいですよって新発売からね、これから食べてみます。多分美味しいと思います。